どうもハイハイジャッツでーす。イエーイ。今回はですね、脳トレ企画でございます。よいしょ。鏡文字で答えてねって企画らしいんですけど、ルールは簡単でございます。はい、今から出されるお題の答えをこの板に、左右逆に書いて、皆さんに伝わる感じで書けばいいですね。時間以内にしりとり形式で書いてるんで、その時間以内にみんなが5人成功できれば OK です。伝わった？むずい。分かんない、ルール説明が俺だらけじゃない。 OK です。 OK です。 OK です。 制限時間内にクリアできなかったら罰ゲーム。何罰ゲーム出たよ。タバスコだけやめ。全正解したらお食事券で言った。よし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 。今回のお題は来いや来いや食べ物の名前。臭そう。無理だ、本当に無理だ。臭ドリアン食えるよ、美味しいよね。
ちょっと待って、匂い全然、全然大丈夫、全然いける。マジでめっちゃ面白い。マジじゃん、マジじゃん。最初さ、いける人から飲んでよ。そしたら俺多分いける。俺多分いける。無理だな。はい、くっさい。美味しい、全然普通の。え、なんかそのさ、罰ゲームにそのなんか不平等があるのやめましょう。せーの。続きまして、ちょっとルールを変更して、はい、次は古今東西でやっていきたいと思います。やったー、楽にやった。お題はこちら、都道府県の名前を漢字で。漢字無理だ、無理だ。待って、俺絶対無理なんですけど。無理なんですけど。ないわ、これはダメだよ。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ないから、始めたらそういうのままでやるから。左右一緒じゃん、おかしいぞ。おお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 お、跳ねるとこだけ反対で、こっち東京。おい、なるほどね、全然俺も届きがそもそも出てきてないわ。なるほどね、先に帰っちゃう。あ、しこいよ。待って、これ審議だろ、これ。
俺のところに来た時にすでにもうあと10秒とか5秒とかいやこれはこいつなんでお前横浜にしたんだ、おかしいだろお前。ハマクソだ、知らねえ。飛び出なきゃダメなんだ横は。え、そうだっけ。そうだよ、たまま見つけたらミス。あ、面白い、超いいけど。待って、全然こっち無理だ。じゃあとりあえず俺ら行ける組で。お前も行けよ、お前行けんのかよ。おいしい。うん、うまい。ワンジージャンプしちゃう。あー、やば。自分としてちょっと心が痛いのは、俺結構やらかしちゃうのに全然きつくないと思う。